さん私が小学生の時の話です当時私のクラスではコックリさんが流行っていました火種は年の離れたお姉ちゃんのいる子がお姉ちゃんから教えてもらったと言って クラスにその話を持っってきたたことだったとだ思います。幼いながらにコックリさんという名前だけを知っていた私たちは恐怖半分好奇心半分でコックリさんをやってみることにしました自由帳の紙を一枚ちぎって鉛筆で鳥居と、 はいといとえ、それと五十音を書きましたランドセルに入っていた公衆電話で使うように親から渡されていた十円玉を使ってこっくりさんの準備は万端です教室は放課後になってもちらほらとクラスメートが残っていたので めったに使わない家庭科室に友達数人で行って、こっくりさんを始めました。家庭科室の机に紙を置き、鳥居のところに古っぽい十円玉を置いて、みんなで人差し指を乗せました。お決まりの文句はみんなで、せーの。 言ってから唱えました。こっくりさん、こっくりさん、おいでください。これを三回唱えます。唱え終わったら質問を始めます。質問は耐えのないことだったと思います。覚えているのは クラスメイトの男子の好きな子だとか、独身のかっこいい先生がいつ結婚をするのかだとか、今日の夕飯のメニューだとか、十円玉は動きました。もしかしたら誰かが動かしていたのかもしれませんが、その時の私たちには、 そんなことはどうでもよくて、噂通り動く十円玉と、十円玉が導く文字に夢中になっていました。四個か五個質問をして、コックリさんは終了しました。コックリさん、コックリさん、どうぞ。 お帰りくださいこれをまたみんなでせーのと言ってから三回唱います唱え終わったら十円玉から指を離します私たちの地方ではコックリさんに使う紙は必ず鉛筆で書き コックリさんが終わったら、消しゴムできれいに書いてあるものすべてを消して、紙を白紙の状態にして捨てないといけないというルールがありました。また、十円玉はその日のうちに使ってしまわないといけないというルールもあり、家に帰ると使った十円玉を親の財布に入れ、 別の十円玉をランドセルに入れて、親にスーパーへ買い物に行こうとせがむのでした。私たちはコックリさんに夢中でした。毎日のようにコックリさんやろ、と授業中に手紙が回ってきて、放課後になったら家庭科室に集合です。 授業中に書いた五十音表と十円玉を持って質問は誰かの好きな人だとかテストのタイミングだとかであまり変わりませんメンバーもそこまで入れ替わりはありませんでしたそんな日が二週間ほど続きました ある日私は父にコックリさんのことを聞きました。コックリさんってどんなものなのか何者なのか興味があったのです。しかし学校の図書館や町の図書館に詳しい資料もないですし難しい漢字も読めない私は父に聞くことにしたのです。 父は幽霊などの類は全く信用しておらず、たとえコックリさんが怖いものであっても笑い飛ばしてくれるかな、なんて思っていたのです。しかし父はコックリさんの質問をする私をいいようには思わず、どうしてそんなことを聞くの と言いました。私はとっさに本を読んだら出てきたと嘘をつきました。父は何も言わずしばらくしてから、こっくりさんなんて絶対にやるな。絶対だ。誘われてもするな。と、いつになく真剣に 私に言いました。普段そんなに真剣な顔つきをすることもないので、私はゾーッとしましたが、わかった、とだけ返事をしました。父に止められた私ですが、学校に行けばいつものメンバーに誘われ、 コックリさんを続けました。父と話した翌日、メンバーに一応、お父さんがコックリさんやるなって言ってた。と告げましたが、大丈夫だよ、なんも起きてないじゃん。と、メンバーの一人が言ったため、それもそうか、と、結局続けてしまいました。 ある雨の日の日ことです。いつものように「コックリさんやろう」と誘われたため私たちはいつものように家庭科室に集まりました今までと同じように書いた五十音表と十円玉を置いてコックリさんを始めました 一つ目の質問、二つ目の質問が終わって、三つ目の質問をしました。すると、十円玉が急に五十音の上をぐるぐると回り始めたのです。いつもと違う様子に友達が、え何いつもと違うと言ったっきり。 私たちは何も言えなくなってしまいました。しばらく十円玉は回り続け、ある文字の上で止まりました。それは死でした。私たちは死と 文字を読みます。十円玉は動きました。次の文字は「ね」でした。それを見た友人が「死ね」「今、死ね」って動いた。嘘、と震えた声を出します。 私たちも、死ね嫌だ、怖いよ。やめよ帰ってもらおう。と、互いに言いましたが、ある一人が、ねえ、この人、本当にこっくりさんなの誰なのか聞いてみようよ。こっくりさんじゃないかもしれない。と、言い出しました。 私はすぐにでもやめたかったのですが、確かにコックリさんじゃないなら謝らないといけない、という話になり、もう一度質問をしました。十円玉を多分誰かが鳥居のところまで動かして、コックリさんコックリさん、あなたは誰ですか 質問しました。十円玉はゆっくりと動き始めます。動いた先の文字は、やはり、し、ね、でした。質問をした子が、やっぱり死ねじゃんやめよやめよよ 十円玉鳥居のとこ持ってってさ、もうやめよう。と言ったので、みんなで力を入れて、十円玉を鳥居のところまで動かし、こっくりさん、こっくりさん、どうぞ、お帰りください。と三回唱え、指を離しました。 怖くなった私たちは、一目散に家庭科室を出て、教室へ戻り、ランドセルを背負って、逃げるように、学校を後にしました。その後は、コックリさんはやっていません。私たちの間では、コックリさんという言葉も、なんとなく、 タブーになりました。念のため、後日、私たちの町にある狐様を祀ってある小さな社へ、私と友人一人で出向き、スーパーで買った小さなお稲荷さんをお供えして、手を合わせました。あの時、 私たちの指に乗っていた神様は本当にコックリさんだったのでしょうかそれとも最初から別の何かが来てしまっていたのでしょうか私たちの好奇心は何を呼び出してしまったのか今となってはもうわかりません。 壁の向こうの真実。これは私が小学校低学年の時の話。私はとある田舎の小さな町に住んでいました。町の人は大体知り合いで、学校でも 一クラスしかないほど少人数な町です。私はあまり友達ができず、いつも一人で登下校をしていました。友達がいないから下校時は石ころを蹴りながら、石ころが転がった方へ行くというルールを決めて帰っていました。 普段は立ち入り禁止の看板が立っているところも気がつかず、石蹴りに夢中でどんどん奥へと入ってしまったんです。最後に石を蹴った瞬間に、ガンと音がして顔を上げると、そこには明らかに不自然にコンクリートで作られた壁があったのです。 その壁の横には、この先危険と看板があり、怖くなって引き返そうとしたら、壁にひび割れがあるのに気がつきました。私はなぜだか、そのひび割れをじーっと覗き込みました。そこには、私と同じくらいの子供が、 体育座りをしていて、こっちを見ていました。どうやって入ったんだろうと気になったので、どうしたのどうしてここにいるのと聞きました。その子供は何も答えることなく、こちらを見ているだけでした。 君が悪くなって走って帰りました。帰ると母がかなり心配そうな顔でこちらを見ていました。私の父親は私が生まれてすぐに亡くなり私は母子家庭で育ちました。そのためか心配症の母は どこに行ってたのまさか立ち入り禁止の看板の向こうになんて行ってないよねと何度も聞いてきました。それからもあの子供が気になり何度か壁を見に行きました。子供は壁の向こうに座っていました。 やはり声をかけるも何も答えないままでした。ある日のこと、下校の際に壁へ寄ることにしました。すると、クラスのいじめっ子たちが木の枝を壁のひび割れに刺して、おいお前誰だなんか言え と言ってて子供をいいじめていたのです私は止めることができずその場から逃げるように帰りました次の日いじめっ子たちは木登りをしている際に木が折れて大量の木の枝の下敷きになるといった事件があったのです いじめっ子たちは即死で、いじめっ子の親たちは泣き崩れていました。私はとっさに昨日のことを思い出し、すぐに壁へと向かいました。なんであんなことするのと、壁の向こうの子供に向かって言いました。 やはりその子は何も言うことはありませんでした。私は手にたくさんの砂を持って壁のひび割れを埋めるように砂をかけました。それからは壁に行くことはありませんでした。ある日、 母と食事をしていました。母が、この街にマンションやホテルができるそうよ。あの立ち入り禁止の看板の向こうに、と言い出しました。あの子供が気になった私は壁へと向かいました。壁は、 工事で取り壊されていました。子供の姿も見えませんでした。途端にショベルカーが動き出し、大量の砂が上から降ってきました。おい、子供いたぞ早く救急車呼べとりあえず砂のけんぞと、 工事現場のおじさんたちの声が聞こえました砂から救出された私は目を開けると工事現場のおじさんとその横にあの子供がいたのですどうやらおじさんたちにはその子供は見えていないようでした その子供は無表情で私を指さして、急ににっこりと笑い、見つけた、と言いました。それから十年くらい経ち、そのこと自体忘れていたんですが、祖母が亡くなり、部屋を整理しているとき、 父親の小学校の卒業アルバムを見つけたのです。父親と母親といじめっ子たちの父親や母親、そして壁の向こうにいた子供が映っていました。母親に聞きましたが何も答えてくれず、 父親が亡くなった原因もなんとなく関係してると思いました。私と母親は祖母が亡くなったことから遠方へと引っ越しましたので、あの壁がその後どうなったのか、あの子はどうなったのかは知ることもなく今を迎えています。 これは小学校の時の話私の小学校は開校10年ほどの比較的新しい学校でしたそんなことも関係してかよくある 学校の怖い話というものがありませんでした。それをつまらなく思った私と友人数人は自作の学校七不思議を作って広めようということになりました。その内容はまあ小学生らしく渡り廊下に出る幽霊だとか音楽室で 勝手にピアノが鳴るだとかありがちなものでしたそして七不思議の最後七個目は他六つの不思議をすべて体験するとよくないことが起きるというものでしたいざ七不思議を話してみるとみんな怖い話に飢えていたのか 噂は瞬く間に広がっていきました。噂が広がるにつれ、七不思議の内容に尾ひれがついていきました。と言っても、話の根幹は変わらず、演出が大げさになったものがほとんどなんですが、その中でも一つ、 明らかに内容が変わったものがありました。七不思議の最後、七個目の話です。この変わった内容というのは、夜中三時に校舎の中に羊が現れて、見た人に悪いことが起きるというものでした。 この話だけあまりにも突拍子もなく内容が変化していたので私たちは不審に思いましたそれから数ヶ月後一緒に七不思議を考えた友人の一人が大怪我をして私は病院にお見舞いに行きました 幸い、命に別状はなかったのですが、友人は、見舞いに来た私を見るなり、言うのです。俺、見たんだ怪我をする前の日の夜、学校で羊を見た。夢の話ではあるんだけどさ、気づいたら、夢の学校の中にいたんだよ。シーンとした学校の中を歩いてくんだけど、図書館に入ったところで、 上の方からなんか気配がしたんだちなみに私の小学校の図書館は吹き抜けになっていて頭上には2階の渡り廊下が橋のようにかかっているそれで渡り廊下をふっと見上げたらでかい羊がこっち見てたんだよ 俺そいつと目合っちゃってさ、そいつが俺の顔を見て、にゃーって笑ったんだ。ほんとこう人間みたいに。んでそいつが階段の方にゆっくり歩いていくのが見えてさ、まずいこっち来ると思って急いで玄関に猛ダッシュしたんだよ。途中階段の方から狂ったような笑い声が聞こえてきてさ、 もう無我夢中で走ったんだ。いざ玄関に着くと鍵が開かなくて。気づいた時には奥の廊下からゆったりと羊が歩いてきてるんだよ。誰私君あなたえ誰君待って。ちょっと。 ダメだよ。君、うんっていう風に、二十歳ぐらいの高めの男の声で、わけわかんないことを言いながら、体を左右に揺らして、四つん這いの羊が。もう怖くて、必死に玄関ガチャガチャやってたら、ギリギリのところで鍵が開いて、そこで目が覚めた。 時計見たら夜中の三時だったんだ。たぶん俺、あれに捕まってたら大ケがじゃ済んでないと思う。にわかには信じがたい話でしたが、私が小学校を卒業するまでに怪我や事故に遭った友人の何人かは口をそろえ、 同じ内容を話していました。ゆっくりと変な間で区切った意味のない言葉を言いながらでかい羊が追いかけてくる。見つかるのは決まって図書館。夢から覚めると夜中の3時だった。 これは全員に共通した内容です。小学校を卒業してからはピタリとそんな話は聞かなくなりましたが、あれは一体何だったんでしょうか。私の友人は皆逃げ切れていましたが、もし捕まっていたらどうなっていたのか。 そもそも羊の噂はどこから広まったのか今となってはわからないことです踏切 自分が通っていた小学校には渡ってはいけない踏切というのがあった。高速でそう決められてるのかどうかは知らないが、横断してるのを教師に見つかったら怒られていた。校庭のすぐ向かいにあって遮断機もなく車も通れないような狭い踏切である。 自分には年の離れた兄がいて、その兄が言うには自分が小学校に入るずっと前からその決まりはあったそうです。ある日の午後の授業で図工の風景画を描くために自分と友達の二人で何を描こうか工程を 歩き回っていた時のこと校庭の向かい側にある例の渡ってはいけない踏切がカンカン鳴り出した何気なく見てみると少し向こうの方から中学生か高校生ぐらいの人が乗った自転車が猛スピードで踏切の方に突っ込んでくる 電車が来る前に急いで渡ろうとしてるのかなと思っているとやはり踏切の方にハンドルを切ってきた線路の向こう側とこっち側では段差になっていて踏切の前は2メーターほどと短いものの結構急な上り坂になっている 車が通れないようにする棒とかもあって、スピードの出ている自転車ですり抜けるのは結構な技術がいる。案の定自転車は上り坂を登ったところで失速してしまった。あれ、ちょっとやばいんじゃないかな。と思っていると、自転車は踏切の真ん中で、 完全に止まってしまった。足で地面を蹴っているが、うまく進んでいない。それから数秒だろうか、すごく長い時間に感じたけど、けたたましいブレーキ音とともに、自転車とその学生は、電車にはねられてしまった。 あまりの出来事に自分と友達は目を背けることすらできなかった。跳ねられた学生は線路の反対側に跳ね飛ばされていて、こちらからは見えなかったけど、ぶつかった時の映像が目に焼き付いていて、子供ながらに即死だろうと思った。 少し離れたところにいた生徒たちが集まってきて、騒ぎを聞きつけた先生もやってきた。先生は、何があったのと、しきりに聞いてきたが、あまりの出来事にうまく説明できなくて、友達の方を見たら、目を見開いたまま、焦点の定まらない目で、 泣いていた。先生に言われて保健室でしばらく休んで落ち着いた頃にまた先生がやってきて状況を説明してくれと言われた。自分は見たままに話したんだけれど隣にいた友達が違うと言い張って 聞かなかった。友達が言うには、学生は二人で、自転車で二人乗りをしていて、後ろに乗ってる方が、早く早く、と、運転してる方をせかしていた。踏切の真ん中に来た時に、後ろに乗っていた方が、自転車を掴んで、 止めて、鍵をかけた。そう言って、譲らなかった。自分は、後ろに乗っていた学生なんて、絶対に見ていないし、現に、電車にはねられた学生は、一人だけだった。でも、友達の言っていたことは、 嘘じゃないような気がする「非常ボタン俺は子供の頃奈良に住んでいました。 そこで体験した話俺が通っていた小学校には地下道がありました地下道といっても線路の下をくぐるだけの短い通路でした小学5年生の冬俺は地下道で怖い体験をしました その日俺はスーファミのゲームをするべく一人でいの一番に下校しましたその時に地下道で押しボタンのようなものが目に留まりました地下道の壁に忽然と現れた押しボタンのようなそれは明らかに今朝までなかったものです 真っ赤な台座に銀色のボタン。壁にひっついてる一本のコードのような線。極め付けは非常ボタンと書かれた札のようなもの。しかし普通、非常ボタンというのは丸いボタンだけが赤いはずです。この時点で、 異変に気がつくべきでしたが、俺は工事があったのかな、程度にしか考えていませんでした。地下道を上がってから、俺は嫌な予感がしました。街の様子がいつもと違うんです。でも、 この手の話によくあるような無人とか無音の世界だったわけではありません空の色とかもいつもと同じでしたでも街の建物が文字通り一朝一夕でがらりと変わっていたんですそれでも俺は ゲームのことを考えると胸が高鳴ってその勢いで家路を急ぎましたしかし俺は国道のところへ出る前にもう心が折れそうでしたまず遠目にいつも前を通ってるビルが忽然と消えていました 勇気を出して近づくとやっぱりビルが跡形もありませんドギマギしながら振り向くとバス停のベンチがプラスチックの板のものに変わっていましたそこには昔から木製のベンチがあったんですしかもプラのベンチは汚れたり 色褪せたりしていて、い「全然新品ではありませんでした」「ベンチの前を通るのが怖くてさりとてビルがあった場所の前を通るのも怖かった俺は迂回しました」「迂回した道も左右の家とか店がまるでよその町みたいに変わっていました」 でも年末の工事をしたからだとか必死で思いながら自分を騙して再度迂回して元の場所へと戻りましたそうして横断歩道を渡ってビルがあったところの前から家の方へと走りましたこちら側のバス停も変だったんですが とにかくイエーとばかりに走りましたそして俺はすぐ立ち止まりましたカーブを曲がると不二家のファミレスが見えてくるはずなんですがどうにも変ですこの時点で俺は人や車の音すら恐怖の対象になっていたので 目立たないよう普通に歩き始めていましたカーブの先に大きい八面体のオブジェがいくつか見えました色は銀色でオブジェの奥には変な形の建物などがありました どれも見たことがない物体ばかりだしあれらがオブジェだったという確証もありませんむしろ単なるオブジェであったことを祈るばかりです俺はさりげなく道の向かい側に目をやってそれからきびを返して元来た道を引き返しました 横断歩道を渡ってしばらくして下校してくる奴らとすれ違いました。でも俺はその時教室に戻ることで頭がいっぱいになっていて知った顔を探すなどの努力はしませんでした。どう考えても異世界でしたから今思えば 現地の子たちと接触をしなくて正解だったかもしれませんどんな社会かわからないのに身元不明の子としてどこかへ連れて行かれるわけにはいきませんでしたから途中先ほどの地下道を通りましたが非常ボタンのようなものの意識が忽然と消えていました しかも装置を撤去した工事の跡とかそういうものは何もありません。俺はさっき押しておけばよかったかなと食いつつも無事に教室に戻りました。教室で俺と同じ通学路の子と一緒になって再び俺は地下道に向かいました。 非常ボタンのようなものは相変わらず忽然と消えています。でもそれから地上に出ると街の様子はいつもと同じになっていました。バレエ教室が入ってるビルも不二家の大きいファミレスも全部無事でした。 俺の家も無事でしたその後も俺はこの地下道を使って登下校を続けましたでも異常が起きたのはこれっきりで俺は無事に卒業し中学へと進学しましたその途中で引っ越しまして近年まではそこには 一度も行きませんでした。懐かしい気持ちも時間の余裕もありましたが、あえて行きませんでした。わざわざ行く理由がないし、もし八面体に招かれているなら、意志を強く持って拒まないといけませんから。しかし、 それと同じぐらいまたあの大きくてスマートな八面体たちに会いたいという気持ちも否定できません自分でも意外なんですが最近になって少なからずこういう気持ちが起きるんです次に八面体を見るときは何かものすごい のし上がるスタートだというような気持ちがあります。その分、後戻りはできない、という強い予感がします。俺はそれをこそ恐れているのかもしれません。根拠は何もありませんが。 君私が小学校2年生の時に私と母でひろしくんの家に遊びに行ったひろしくんの家は小学校を挟んでちょうど反対側にあり少し遠かったが 母と手をつないで歩いていった。ひろし君とはクラスが同じでとても仲が良かった。学校でもよく遊んでいたが親同士も仲が良かったと記憶している。ただひろし君は体が弱く いつも真っ白な顔をしていて、学校を休むことが多かった。学校が早く終わった平日の午後、母と二人、ひろしくんの家に着いて、親たちは茶の間でお茶を飲みながら話し、私たちは隣のひろしくんの部屋で、 二人でゲームなどをしながら楽しく遊んだ。いろいろなルールが増えてゲームが盛り上がり私たちは大声ではしゃぎながら夢中になって遊んだ。いつもは痩せていて病弱なひろしくんだったがこの日はとても元気で 転げ回ってお腹を抱えながら笑っていたしまいには机の上からジャンプして思う存分遊んだ本当に楽しくて帰る時間があっという間にやってきたひろしくんも私もブーブー文句を言いながら 仕方なく、明日、学校でまた遊ぼう。と言って、バイバイした。翌日、ひろしくんに会うのを楽しみに、学校へ行くと、ひろしくんは、学校に来ていなくて、朝の会の時、 先生から、ひろしくんが昨日病気で亡くなりました。と聞かされた。私はとても驚いて泣きながら家に帰った。母に、 ヒロシ君と昨日遊びすぎて具合が悪くなったのと聞きました。すると母は、ん昨日ヒロシ君とは遊んでないよ。ヒロシ君は病気で入院していたから遊べないよ。というのです。 それはおかしい。絶対に遊んだのに、夢じゃないのに、私以外、誰も覚えていなかった。